ました。それは何か、平和ですよ。お金でもなく武力でもなく、この国の一番の宝は平和ですよ。もちろんそれは沖縄の多大な犠牲の上に成り立ったものでもありますけれど、曲がりなりにもこの国は戦争に賛成してはこなかった。それを支えていたのは間違いなくこの国の憲法、日本国憲法の文言と理念です。日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との協和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。我らは平和を維持し、先制と隷従、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことののみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。自分もそう誓います。これは大昔に偉い役人が決めたものでも、誰かから押し付けられたものでもありません。これは俺の言葉なんだよ。これは俺自身の言葉なんだよ。俺はそう思う。戦後日本の平和と民主主義の歩みを支えたこの言葉と意志、そして理念は脈々と子から子へと受け継がれていたんですよ。そしてそれは間違いなく自分自身の中にも息づいている。憲法と民意をここまで愚弄した政権は戦後初めてと言っても過言ではないでしょう。しかし絶望することはありません。追い詰められているのは彼らの方です。自分の子供が大事って気持ちは変わらないと思うんで、じゃあね、国同士でいがみ合いするのをやめて、命が大事って立場から言ったらみんなつながれるんじゃないかなと思ってこのメッセージにしてます。そうですね、やっぱり人の命がかかってるにもかかわらず問題ありませんとか、知りませんみたいな形で全部政府が答弁切り抜けてて、それじゃ済まされないだろうって思うんですよね。反対してます。ここにも書いてるんですけど、もうなんで武力行使をしたいのかと。で、まあ、本当一部の人たちが国葬だからしたいんでしょっていう、そういうふうに思ってます。まあ、戦後その70年で一番のこう節目というか、その下手するとその転換点になってしまうかもしれない。本当にこの1週間そうだと思います。